みんなこんにちは。今日はトイザラスで買ったものを紹介するよ。せーの、じゃーん。何が入ってるかな。じゃあまずおみくじでやりましょう。お手手入れてください。はい、見ないでください。何が出てくるかな。いいよ、じゃじゃん。お、なになに。ハーマー。ハーマー、僕にも見せてくれる。はい、落ちろ開くんだよ。じゃーん、トミカ15番のハマー H2 だよ。かっこいいね、うん、次は何が出てくるかな。わ、鉛筆だ。何の絵ですか。あ、上と下逆さまかな。あ、そうだね、青鉛筆です。これ青なの？あ、ほんとだ、青色の鉛筆、隅っこ暮らしの鉛筆だね。そう、かわいい。はい、今度だと3つ目は何が出てくるかな、はい、じゃーん。わー、今度はトヨタの CHR だって。94番のトミカだよ。はい、かっこいいね。次は何ですか、はい、4つ目、なんだろう、大きいのと。わー、お菓子ベビースターのラーメン丸。お姉ちゃんこれ大好き。これちょっとパンダみたいじゃない。これ、あ、ほんとだ、パンダ。あれ、なんか、ま、今までとちょっと違う。パンダ黒潮スマイルアドベンチャートレインだって。こういうのもあるんだ、知らなかった。さあ、じゃあ次は5個目だよ。はい、何を買ったのかな。じゃーん、じゃーん。お、またトミカ出てきました。トミカ54番、トヨタタウンエースハンバーガーカー。すごいね、後ろに大きなハンバーガー乗せてるよ。かっこいい ね、 ね、ずっと欲しかったんだよね、うんうん、ずっとハンバーガートラックって言ってた。そうだよ ね、 ね、でるでる。次はじゃん。お、何ですか、これは。すみっこ暮らしの、うん、ここを押すね。あ、風が来る、気持ちいい。気持ちいいんだよ、これ。結構ね、風が来るの。へえ、すごいね。すみっこ暮らしの扇風機だった。あれ、動かない。じゃあティッシュで遊びます。あ、うん、おお、風で動いてる。結構強い、いい風が来るんだね。うん、わあ、これで暑い日も快適だ。見た。さあ、次は何かな。結構もういっぱい買ったんだね。はい、お、またトミカ来ましたよ。トミカの82番、マツダ CX5 パトロールカー、はい、わあ、なんか普通のパトカーと形が違う。あ、取り締まり中だって。かっこいい。チクタク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 、うわ。さあ、次はもう何個目か分かんなくなっちゃった。まだ買ってきたの。うん、あとねーねの、うん、あ、なんだろう、楽しみだな。消しゴムとかかな。あ、またすみっこ暮らしの鉛筆。なんかよく見るとキラキララメついてるね、うん、かわいい。あと、うん、じゃん。あ、また鉛筆だ。あ、これもすみっこ暮らしですね。これは赤と、あ、赤色だ、ほんとだ。え、こっちは黒？面白い、両方から使えるんだね。で、いいの買ったね。じゃん、お、これ名前ペン。名前ペンね、赤い、かわいい。あ、わー、スヌーピーの名前ペンだね、うん、かわいい、かわいい。もうこれで最後かな。じゃん、あ、なにこれ、グミップ。なんかさっきからプー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 。あれ、音出ないね。ブーブークッショ
んで遊んでるよ。おぶちっちゃい音聞こえた。これね、うん、お友達がよく持ってたから、うん、ね、買ってみた。うん、わあ、いいね、鉛筆につけるんだね。すごい。じゃあこうやって上に並べとこう。じゃあ僕もブーブークッションやってみよーっと。あれ、ならない。強く。わあ。強くないよ。うわ、臭い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 。すごい音だったよ。みんなに聞かれて。わあ、すごい。で、鳴るときと鳴らないときがあるね。こうやって上にやってといて、うん、よし、じゃあトミカ開けてみよう。はい、これを全部で開けちゃおう。せーの、ね、ハンバーグトラック。うん、いいね。あの黒いやつが落ちかったんだけど、うん、あ、黒いハンバーグトラックもなんかあったね。どっかで見たね、YouTube で見たんだよね。うん、それが美味しかった。出てきたよ。あ、かっこいい。お、あく、後ろ開きます。横も開くんじゃないの？わかんない。横開くかな。開かないよ。開かないね。かっこいい。かっこいいね。え、ハンマー。あ、おまおきいな。うわ、おお、かっこいいね。おマークついてる。マークついてる。お、同じマーク。同じマーク。あ、これある。トヨタ。これある。アンテナついてるね。アンテナ。ね。鉛筆につけるとこんな感じ。すごく持ちやすくて書きやすそうだよ。え？わあ、車かっこいいね。かみんなはおもちゃ屋さんに行ったらどんなものを買うかな？ぜひ買ったら僕にも教えてね。それじゃあバイバーイ。やー、またね。バイバーイ。今日ははなちゃん車屋さんになるよ。見て見て、乗用車やスポーツカー、自衛隊の車やバスもありますよ。こっちには働く車もあります。今人気の車はじゃん、ハマー。かっこいいでしょ。ほら、ここにも素敵な車。今日はどんなお客さんが買いに来てくれるかな？こんにちは。車見せてください。はい、どうぞ見てってください。わあ、かっこいい車がいっぱいあるな。どの車から見ようかな。あ、やっぱり。やっぱりみんなを守ってくれるパトカーから見てみよう。見て、すごくかっこいいよ。広島県警察だって。なんとこの車、後ろが開きます。おー、かっこいいね。取り締まり中。お隣の救急車も見てみようかな。救急車は病気になった人や怪我をした人を病院まで連れてってくれるんだよね。あ、すごい。座るところとベッドがついているよ。そうだな、今日はどの車がいいかな。あ、このボルボの車もかっこいい。見せてもらおう。すごい。白だけどちょっとこうパールがかった白、かっこいいね。後ろから見てもすごいスタイリッシュだよ。
ボルボも後ろが開きます。バカ。ここにいろんな荷物を入れてお出かけしたいな。かっこいい。あ、これもいいんじゃない？トヨタの車かな？すごい。いいね。このメタリック感がすごくかっこいいよ。これも後ろが開くみたい。バカ。わー、荷物いっぱい入りそう。すごくかっこいいよね。わー、迷っちゃうな。どれにしようかな。すいません。はい。店員さんおすすめの車って何ですか？はい、私がおすすめするのはハマーという車です。これとこれですよ。とってもパワフルで人気があります。へえ、すごい。確かにかっこいい。見て、上から見てもかっこいいよ。後ろはどんな感じかな。おお、ハマーって書いてある。すごいね。これも後ろが開いて広い。とっても広いよ。お隣のハマーはどうかな。あ、すごいね。ちょっと形が違う。じゃん、ドアが開いて中、開くのかな。バッカ。いいね。じゃあ僕このハマーにしよっかな。黒もいいけど、どうしよっかな。よし、決めた。このハマー1台ください。ありがとうございます。こちらのハマーですね。それじゃあ、あちらで契約書などの手続きお願いいたします。わー、かっこいい車買っちゃうぞ。ドキドキする。みんなは車や乗り物好きかな。好きだよっていうお友達、グッドボタン押してね。それじゃあまた遊ぼうね。バイバーイ。みんな、こんにちは。こんにちは。しまじろうだよ。お姉ちゃんだよ。弟だよ。よろしく。弟が面白い。今日は、マックのハッピーセットでもらったおもちゃを開けてみるよ。どれから開けようかな。この袋にしようかな。それともこれにしてみようかな。どれがいいかな。それからいく？うん、これ。OK。それじゃあ一つ目開けてみよう。なになに？わあ、大きい卵出てきたよ。あ、恐竜の絵が描いてある。じゃあ今度は弟の開けてみよう。 OK。 なになに？わあ、大きい卵出てきたよ。あ、恐竜の絵が描いてある。じゃあ今度は弟の開けてみよう。 OK。 うん、頑張れ。あ、見えてきた見えてきた。あれ、卵の色が違う。うん、本当だ、白。見せて見せて。絵は恐竜の絵描いてある。あ、同じ同じ。でも色が違うんだね。なんか
土に埋もれてるみたいに。本当だ、すごい。ちょっと汚れてる、うん、ここ土で汚れてる感じで、かっこいいね。はい、開けよう。いいよ、せーの。お、出ました。 お、出ました。おー、あ、すごい。なんていう恐竜だろう。ガーガーガー。あ、顔がちょっと動くね。お目目が大きくてかわいい。こうすと、うん、あ、すごい。背中を押すと首が動くんだね。あ、尻尾も動いてる。かわいい。貸して。これを、あ、背中を、背中の羽をキュッてやると口が開いてるよ。わあ、口開いてる。一番当たったのが欲しかった。当たったのが欲しかった。これなんだ。あ、これ当てたのが一番可愛かったんだ。うん。へー、どんな種類があるんだろうね。それじゃあもう一個のこっちも開けてみようよ。わー、すごい、かっこいいね。それじゃあ絵本も開けてみよう。どんな絵が描いてあるのかな。かかおひ。お、出てきた出てきた。はい。なんて書いてある本ですか。はい。ただいま。ただいまだと可愛いたぬきさん。見て、二つ本が入ってた。本当だ。あ、一個はパズルになってるんだね。うん、そうね。裏はこんな感じだよ。あ、可愛い。こういう子たちが出てくるのかな。かな、あ、わかったかも。この子が帰ってきて、ただいまってみんなに言うんだろう。あ、そうかも。どんなお話なのかはみんなもぜひマックでもらって読んでみてね。はい。わー、すごい、恐竜がつながってる。あ、恐竜？卵がつながってる。みんなもハッピーセット買って食べて楽しんでね。ウィー。マックが好きだよっていう子、グッドボタン押してね。チャンネル登録はお願いします。お願いします。それじゃあまた遊ぼうね。バイバーイ。バイバーイ。わー、かっこいい恐竜いっぱい。わー、大きかったよ。バイバーイ。見て、飛んでるよ。みんな、こんにちは。今日は、じゃーん、トラックとフォークリフトで遊ぶよ。なんかここに赤い車をやるとなんか肩車で面白い。本当だ、ジャフのレッカー車もあるよ。レッカー車はどうやって車を運ぶんですか。で、これを立てて、お、作業中で、これを、お、あ、動いた動いた。やって、こうやるんだよ。で、これをここ。あれ？はまった？反対？これ。貸して。これはまった。これはまった。で、あ、レッカー車、お願いします。さようなら。この段差も忘れちゃうんじゃない。段差がね、忘れちゃったね。お姉ちゃんさ、うん、この新しい車やりたいな。オッケー、じゃあこれお願いします。トヨエースだって。なんか荷物も入ってる。あれ、これ苦手。ここね、かっこいい。ほら、あ、ハンドル動くね、うん、面白い。うん、ちょっと遅れとかしてね。なんか、うん、あの遅れのここがね、
レカシのここみたいに見えてんだけど。あ、ほんとだ、似てるね、二つ。フォークリフトもくるくるできるのかな。うん、すごい。これがあるから、これってこれ壊して、こうやって乗せるんだよ、ここにやったまま。力持ち。このままじゃないんだよ。今度ねんねやりたい。このままだと落ちそうだもんね。うん、すごい、ちゃんとオレンジ色のパレットで運ぶんだ。だけど、ずっと昨日変わった。ここのこういう白いトミカもあるんだよ。わあ、白いのもある。お城も開くの。わあ、いいな、かっこいいね。すごい。あ、フォークリフトでお仕事だ。わあ、力持ち。ここだけど、あの人のお手伝いをするときは、あの簡単なんだよ。そうなの？うん。僕もフォークリフト乗りたくなっちゃったな。あ、そうだそうだ、乗っちゃった。どうするの？じゃじゃじゃーん。ちっちゃ。僕フォークリフト運転してみるよ。座ります。じゃーん。僕運転するよ。じゃあトラックから重い荷物を下ろそう。しまじろうで動かせない。しまじろうで動かなくなってる。うん、ピー、弟が面白いよ。面白いよ。大きな荷物もこれでスイスイだ。わあ、やばい。これね、見て、カマキリが来たよ。ミミリ、カマキリが、ミミリの今日誕生日だから。見て、ハトが持ってたよ。うわー、持ってかれちゃった。ミミリのお誕生日に、お花と、あとガラスの瓶が入ってるの。ガラスの瓶割れちゃうよ。また持ってきてくれたよ。あの鳥がそっちまで盗んだから持ってきてくれたの。ありがとう。わー、ありがとう。よし、ガラスの瓶が割れないように大事に運ばなきゃ。これ色が違うね。あ、ジャフのお母さんが来た。ミミのやつなら運んであげるよ。レッカー車が運んでくれるの？レッカー車やれないよ。あー、やっぱダメだった。ほら、そうだね、やっぱり運ぶときはトラックだよね。じゃあもう一つ。やっぱ今はね、トラックがちょっと風邪ひいちゃって、そうなの？気をつけて運んでね。ちょっと、わあ、どうしよう、プレゼントが。もう直してもらったよ、風邪ひいたの。ありがとう。あ、トラックが直ったみたい。じゃあここから。よし、じゃあもう一回トラックに運ぼう。わあ、ここは届くよと思うよ。さあ、あれ、もうちょっと高くできないんだよ。もう、もうできるよ。おー、すごい。もうちょっと奥までやって、はい、よし、じゃあトラックさん、ミミリンのところまでお届けお願いします。はい。
それじゃあよろしくね。トラックの力持ちだな。僕もうそろそろ大きくなりたいな。オッケー、じゃあ大きくなっちゃおう。せーの、もこ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 。うわあ、フォークリフト難しかったけど楽しかったよ。みんなも街の中で働く車を見つけたら応援してね。うん。それじゃあバイバイ。バイバイ。バイバイ。ジムに帰りた。わー、車が来た。かっこいい車来たよ。見てて、今からこっちに行って、こっちに曲がったよ。わー、かっこいい車だな。あ、駐車場に入るよ。お店だよ。お店の駐車場だ。あ、かっこいい車が来たよ。この車は坂道登れないんだよ。登れないな、うん、頑張れ頑張れ。スピードを出せばの、スピードを出せばできるけど、スピード出したら、あ、来た来た。どこに行くのかな。あの、こっちへ来たとき、手間次郎をここをこうやって落ちてね。オッケー。だけど、こっちから、あの、こっちからこうなったとき、こうやって行けなかったとき、あの、このスペードボタン、こうやって強くこうやって落ちてね。うん、わかった。任せて。どっちに行きたいかな。あ、こっちだ。押すよ。ピューン。あー、来た来た。どこに行くかな。あ、ここはお店だね。豊岡タウンショップだって。ここもお店だよ。お店の駐車場に入った。お買い物してくのかな。ここまだ行けないんだよ。この穴直してんの。うん、そこ工事中なんだ。うん。ザーダンプトラックがお仕事してる。かっこいいな。わー、ブルドーザーが来た。ザザザザザーガガガガガー。わー、忙しそうだな。出た。ほんとだ、お砂を遠くに運ぶんだ。うん、遠くの。いってらっしゃい、頑張ってね。ここに来たよ、次。あ、なおなのお家に。その穴に土を入れるのかな。うん。ブブザー、見て、あの工事現場は黄色い車しか、あの来たじゃ、あのダメなの。そうなの。うん、黄色い車だけは、黄色い車は、工事現場に来ていいよ。そうなんだね。ダンプカーが来た。また黄色い車が来たよ。ダンプカーが来たよ。かっこいい。僕も見せてもらおうっと。うわ、かっこいいな。うわザあ。わあ、今度は2台一緒に運ぶんだ。うん、2台。レッカーちゃんもいいよ、工事現場に行って。レッカーちゃんも工事現場で働くな。うん。
だって黄色いもん。そっか、じゃあレッカー車も行こうかな。ピーピーピー。え、前から出るんだよ。え、前からなの、うん、間違えちゃった。お城はドンもあるから、ドンってやつ。あ、車の上ね。どっちからないように。それじゃあ行ってきます。ありがとう、待っててくれたんだね。え、動いてるよ。わあ、黄色い車が4台に増えた。チカ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 。ここ穴が開いてるから、うん、落ちちゃうよ。そうだね、危ないね。あ、今度は赤い車。ほら、チカチカ落ちちゃう。穴が開いてるから落ちちゃうね、うん、上手に止めないとね、うん、わー、すごい。どっちに行きたいんだよ。あ、じゃあ僕手伝ってくる。これオープンカーにもなるんだよね。どうぞ。あの、一回こうやって飛ぶとオープンカーになるんだよ。見せて見せて。わー、ほんとだ。屋根が開いた。わー、早い。これちっちゃいと遊ぶなくなっちゃうんだよ、屋根。そっか、うん、じゃあ終わったらくっつけないでね。うん、かっこいいな。あ、ジムニーが出てきたよ。もう帰るんだ。ジムニー、バイバーイ。ピーピーすごい、駐車したかっこいいね。ね、もう一回ここ穴開いてる。もう一回工事ですか。うん、ね、工事現場のお家はここ。工事現場ここのお家。そこがお家なんだ。ここからお仕事に行くんだね。うん、黄色い車しか入れないんだよ、工事現場。そうなの。うん、だからこういう車だよ。あ、本当だ、黄色まだあるね。見て、かっこいい車が出たよ。うん、スポーツカーかな。うん、青い、うん、あの車はかっこいいよ。青い車もある。あ、本当だ、早そう。あと黒いやつは。黒いのどこかな。これもかっこいいな。モンスタートラックだね。ブルーン。かっこいい。エンジンの音も大きくてすごいね。大きな音。ちゃうもんね。だってこっちからこうやって、うん、あ、こよ。だからこうやってぶつかっちゃうから、これはダメな。ピー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 、ドーン、ドーン。ブリュ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 。エンジンがブリュブリュブリュ。面白いやった。あ、出てきた出てきた。あ、またオープンカーに変わったよ。ここ落ちてんだよ。え、本当だ、屋根が落ちちゃってる。こうなってんのはもう壊れてるってことだよ。どうなの、うん、
なんかこっちに飛んできたんだよ。持ってきてくれたよ。わあ、ありがとう。僕の屋根だ。うん、シュワシュワでつけてくる屋根。いいよ、じゃあ僕がつけるね。こっちが前だよね。こんな感じ。よしよし、ああできたよ。ああアンパンマン。何してるの？え、ギュッギュしてくれてるんだよ。ギュッギュ押さえてくれてるんだ。ありがとう。他にもかっこいい車あるかな。見に行こっか。バーバー。あ、かっこいい車だ。わー。早いよ、びっくり。これ見てた？え、いいよ。わー、すごい、ジャンプ。モンスタートラックが車の上をジャンプしたよ。わー、かっこいいね。すっごい、ジャンプって飛んだよ。こっちがじわじろやれないんだよ。僕、車大好き。もうちょっと高い車もできるんだよ。できる？うん、トラックは。わお、大きいトラック、ジャンプできるかな。うわー、ジャンプしてる。着地ってこうやってドーンって床に地面につくこと。あ、こうやってくること。そうそうそう、ザザザってくるね。うん、かっこいい、モンスタートラック、じゃーん。わー、すごいね。大きな音。しまじろう、これなんていうや、なんていうやつでしょうか。なんだろう、なんていう名前かな。わー、すごい、そこで降りるんだ。わー、車お願いします。よかった、ね、今はパンクつけないんだけどね。いろんな車があるね。わあ、すごい、そうやって動くんだ。このさん、お隣のこういうさんは、うん、じゃダメなんだよ、こういうさん。みんなはどんな車が好きかな。こういう車。かっこいい車が好きなんだ。こういう感じの車が好きなんだね、うん、古い車が大好きからね。そうなんだね。みんなも街の中でいろんな車を見つけてみてね。それじゃあ、バイバイ。いらっしゃいませ。おいしいサンドイッチいかがですか？おいしいサンドイッチだって。行ってみよっと。こんにちは。サンドイッチください。いらっしゃいませ。サンドイッチは四角いサンドイッチ、丸いサンドイッチ、三角のサンドイッチがありますが、どれがよろしいですか？どれにしよっかな。よし、丸いサンドイッチでお願いします。はい、丸ですね。少々お待ちください。中には何を挟みますか？
そうだな。じゃあ丸いピーマンとトマト、あと四角いチーズお願いします。はい、丸いトマトとピーマンと四角いチーズですね。それじゃあサンドイッチを作っていくよ。パンに丸いトマト挟みます。そして四角いチーズ上にのせたら、丸いピーマンを最後に挟んでいくよ。そして丸いパンでサンドします。じゃーん、おいしい丸サンド出来上がり。お待たせしました。わあ、とってもおいしそう。早速いただきます。あむあむあむ、おいしい。お野菜たっぷりでおいしいな。あむ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 、ごくん。あー、おいしかった。また来よう。それじゃあさようなら。ありがとうございました。また来てくださいね。みんなも僕のサンドイッチ屋さんに遊びに来てね。それじゃあバイバーイ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。お野菜やお菓子いかがですか？いらっしゃいませ。お、かっこいい車が来た。お客さんかな。あ、あなたがお客さんですか？いらっしゃいませ。どうぞこちらのカゴご利用ください。何を買ったのかな。お、お肉も買ってる。わあ、すごい。次々とカゴに入れていくよ。わあ、いっぱい。以上でよろしいですか？はい、じゃあお会計します。カレーですか？うん。わあ、美味しそう。あ、ビスケット。ビスケットがご飯ですか？うん。じゃがいも50円。うん。でやるんだ。300円だって。300円の3はどこだ？あった。わあ、上手、見つけたね。次は。今日はオムライスですか？オムライス？うん。卵とケチャップの違いますか？うん、今日は違うんだ。うん。カレー。卵。カレーなんだね。うん。カレーに卵を入れるの。ああ、それも美味しそう。人参50円。ひき肉250円。に。ひき肉250円。はーい。ポイントカードはお持ちですか？お持ち。お持ちですか？オレンジ色のポイントカードですか？お持ちじゃない。あ、持ってないですね。じゃあカードでお支払いですか？はい、クレジットカードお預かりしますね。カシャーン。はい、お返しします。マイバッグはお持ちですか？マイバッグって何？自分の袋、お買い物の袋。あ、ありますね。じゃあそちらにこれ入れてください。はい。アテナくんが手伝って。
わあ、素敵な袋ですね。僕の絵が描いてありましたよ、袋に。じゃじゃん、ほら、お買い物のカートと僕だ。いつもありがとうございます。あとは何買ったかな。みんなもお買い物に来てね。それじゃ、またね、バイバーイ。みんな、こんにちは。こんにちは。今日はお絵かきくりだんごで作るよ。お絵かきグミランドを作ろう。どうって言ってた。どう。じゃあ早速やってみましょう。どうなのが入っているかな。どうじゃあじゃじゃーん。型が入ってる。お姉ちゃんの型はフォークと、うん、あとキリンさん、うん、とチョウチョと鳥さんとチューリップ。弟のはフォークとカメさんとロケットとお星様とカンガルー。わあ、すごいいいね。いろんな形が入ってるよ、うん、あれ、あ、本当だ、それ鹿だね。何が、これ鹿っていう動物。それじゃあ早速、ね、ずっくろーずっくろー。はい、このはグミの元と黄色の元と青と赤の元とスポイトが入っていました。くるくるって、うん、そう痛いの、ちょっと。なんだ、うん、くぼんでるからね。いってー、ママ、いっとりました。いきました。型が取れたので、次は水を入れていくよ。はい、はい、これぐらい、うん、線のところまで入れていくよ。これぐらい、そうだね。 OK、 次は2番ね、うん、こぼさないように入れれるかな。お、早い、もう入ってる。次は色の素を入れていくよ。はい、赤、青、黄色の素をそれぞれ入れてね。どこに、お水、ここ、そう、お水入れたところに入れていくよ。わあ、綺麗な黄色。なんかね、レモンの味がする。へー、レモンの味。弟くんは赤から入れたよ。次は赤色。これ好き、これ、うん、いいよ、何色入れても。そうだね、お隣に入れていこう。入れたらフォークで混ぜようね。あ、お姉ちゃんは、うん、あ、うん、ちょっとこぼれても大丈夫、うん、おー、綺麗な赤、青、黄色。で、弟くんも青と黄色と赤、3色できたよ。次はこの3色を使って、うん、この小さい丸のところにスポイトで色を混ぜていくよ。これね、お姉ちゃんね、うん、弟がまだちっちゃい時にやってた、うん、何色になるかな。クイズです。赤と青を混ぜたら何色になるでしょうか。赤と青だって、ちっちっちっち、緑。ちっちっちっち、正解は、わあ、紫でした。紫だ。あの、弟くんは何色、青と、うん、青と黄色を入れたらどうなる、どういう色でしょうか。青と黄色だと何色だろう。ちっ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 ち、黒かな。やってみよっか。青と、青いっぱい入れたね。正解は、色がだんだん変わってきた。緑。ほんとだ、緑。ちょっと黒
暗くてわかんないかな。緑だね。うん、こっち。あ、こっちに黄色入れたら青と緑になっちゃった。あ、お姉ちゃんも緑作ってるよ。見て。赤とオレンジで。オレンジ？あ、違う。答え言っちゃう。赤と黄色で。オレンジ。あと何色作れるかな。全色混ぜて。あ、見て。わー、綺麗だね。これでいいかな。これで完成にする？うん。お姉ちゃんの色こんな感じにできたよ。それではお楽しみ。3歳の弟くんの色はどうなったかな。まだ作ってる。じゃあできたら教えてね。うん、こっち見ないで。オッケー。じゃあちょっとこっち、こっち見てよ。楽しみだな。いや。お、いやだって。じゃん。おお、すごい。なんかオレンジ系がいっぱいあるね、うん、でもよく見るとなんか色が違うような、一緒のような、カメラ目線だと ね。でもこのピンクができてるよ、すごいね、お姉ちゃんとも色が違う。グミの素をトレーに入れるよ。はい、サラサラサラ。あ、最初は真っ白なんだね。すごい、サラサラサラ。で、混ざるのはフォークだ。うん、フォークでちょっと見て、お山のかな、うん、お山みたい。あ、本当だ、お山ができた。うん、サラサラサラ。あ、なんか粉しょっぱい。え、そうなんだ。しょっぱい、粉は酸っぱいんだって。じゃあこの粉のところに好きな形の型を乗せて、好きな色をピュッピュッピュッとやっていくよ。鹿。お姉ちゃんは鹿。ロケット。じんわりじんわり色が変わっていきます。ロー、色見てこれ。うん、弟くんはロケットだって。うん、お、いいね、緑のロケット。全部やらなくても大丈夫だよ。お姉ちゃんはすごい鹿の色って感じするね。カメ。弟くんはお隣でカメを作るみたいだよ。カメ。よし、できた。できた？うん。わー、すごい。これでちょっと待つんだっけ？お皿にそーっと乗せて、フォークで優しくツンツンツンとやって型から外していくよ。細いところあるからね、気をつけてね。うん。うん、どう？固まってる感じする？出てきた足が。あ、壊れ。お、弟くんロケットができたみたい。お、お姉ちゃんの鹿が外れました。あ、すごい、足もちゃんとくっついてる。できたね、うん、弟くんのロケット。弟くんすごい大胆、うん、初めてやるのにどんどんできてる。ロケット、それやる？うん、これひっくり返そうか。弟くんのカメ、あ、すごい、カメ綺麗だね。次はどの形でやる？チョウ。待って、これをキュール平らにあしてから。これキュール。あ、恐竜にも見えるね。だけどカンガルーにみたいな。だけどカンガルーって言ってた。ねえ、カンガルーって分かってるけど、恐竜みたいって教えてくれた。今度はどんな色の蝶々になるかな。
どう？おお、すごい、2色。あ、ちょっと右下がまだ粉が。もし弟くんは一度に3つですか？できるかな。ちょっと星を縦にした方がいいかも。カンガルーくんが背中のところが浮いててお水が流れちゃいそうだよ。すごい、蝶々綺麗だね。上手に外せるかな。あ、できた。すごい。ちょっと周りの取りたい。私綺麗好きですから。そういう細かいとこも綺麗にやりたいタイプなんだね、お姉ちゃんはね、はい、お、いいじゃん。しかもすっごい綺麗、この2色の感じ。お、そうしてる間に弟くんもう3つできてる。すごい、なんかかっこいいダーク系の色ですね。うん、完成。イエーイ。見て見て、お姉ちゃんが作ったのと弟くんが作ったの、すごいよね。こんな風にできるんだって。しか、カンガルー、チューリップ、星、蝶々、この3色はロケットだ。すごい。弟くんは見て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 、星、ロケット、蝶々、カンガルー、しか、カメ。わっ、何これ芸術的。粉が余ったところに入れたの、いろんな色。そうです。すごいね。じゃあ弟くんとお姉ちゃんで召し上がれ。めちって言ってなかった？召し上がれ。みんなもぜひやってみてね。たバイバーイ。バイバーイ。よーし、今日は素敵なモールにお買い物に行こう。出発。ぷぷー。月の方、そうぞ。到着。今日は何を買うの？お水と牛乳と、うん、消毒と、うん、チョコパイと、うん、ジュース。わあ、すごい。じゃあ、はなちゃんカートに座りたい。あと、これ。それなんだろう。ポテトチップスだ。お菓子だね。じゃあ、はなちゃん乗りました。あ、カゴはあるかな？カゴないかな。あ、あった。あった。ここにカゴあるんだね。ね。はなちゃん、ちょっと邪魔。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。たくさん買ってくださいね。おすすめは果物です。こちらにはパンやドーナツも売ってますよ。クレーム、虫よけも、虫よけスプレー、ありがとうございます。マーガリンやヨーグルト、ゼリーもありますよ。ゼリーって何？ゼリー、ここ。え、それプリンだよ。あ、プリンか。うん。お2階にはお洋服売り場です。ランドセルもいかがでしょうか。レジはこちらになります。セルフレジですので、こちらでピッピッピッとやってくださいね。じゃあお手伝いしますね。こちらまだお会計してないものになります。あ、これは、わお、それもですね。あと、ちょっと待って。はなちゃんが好きなリンゴも、たくさん買ってくれてどうもありがとうございます。おらまきちゃん。
ピッ。お店屋さんも一緒に？うん。お家に帰るんだ。お家に帰る。